アルタクサタの戦いは、第三次、ミトリダテス戦争において、紀元前68年に、失政官、ルキウスリキニウスルクルス率いるローマ軍とポントス王、ミトリダテス六世に味方したアルメニア王ティグラネス二世、率いるアルメニア王国軍との間に起こった、海戦である。ティグラノケルタの戦いでティグラネスを破ったルクルスは、逃げるティグラネスを追った。略奪をして、 挑発をしても敗北に懲りたティグラネスは戦いに応じなかったので、ルクルスは敵をおびき出すためにティグラネスの妻子のいること、アルタクサタへと進撃した。この動きを知ったティグラネスは軍を動かし、アルタクサタへの途上のアルサニアス側でローマ軍と退陣した。ルクルスは犠牲を捧げた後、11個コホルスを前衛とし、 残りを敵の側面への攻撃への備えとして光栄に配した。対し、ティグラネスはこれに、襟抜きの騎兵部隊、勇猛で知られる、マルディ人、弓騎兵、イベリア人の槍兵を配置した。しかし、彼らは、ティグラネスの期待には応えず、ローマ軍の騎兵とコゼリアをし、ローマ軍の不評が接近するやすぐに逃げ、ローマ軍の追撃を受けた。しかし、 ティグラネス帰下の騎兵は優先し、ルクルスが騎兵部隊を呼び戻さねばならぬほどであった。ルクルスはティグラネス軍を突き崩し、ティグラネスを同行していた、ミトリダテスともども敗走させた。ルクルスはさらに敵を奥深くまで追おうとしたが、冬が迫っていたために、兵士たちはそれに激しく反対したために断念し、西ビスへと向かい、同地を攻略した後、そこで越冬した。ルクルスは、 元から、兵士からの人望がなく彼らは彼に悪感情を抱いており、また、ローマ本国でも、プブリウス・クロディウス、プルケル、プラエトルのルキウス・クインプスなど、彼を弾劾する声が起こり、元老院は、軍の司令官を、ルクルスからグナイウス・ポンペイウスに交代させることを決定した。ありがとうございます。